はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は貫突したラスウェルが強すぎるので紹介していきたいなと思います。こんなにも早く貫突した固有 VC 持ちはラスが初めて。いやめちゃくちゃ愛されてるなと。だとしたらこちらとしても愛し返すしかない、我が最愛の嫁ということで、今回はそんなラスウェルめでていきたいなと。で、装備に関してなんですが、攻撃力に関しては1万6000を迫ろうかと、魔力値に関しては1万4000を優に超えました。まあもちろんですね、最愛のパートナー、ヒエンレインのリーダースキル 500% の恩恵を受けてといった形になりますが、めちゃくちゃ魅力的じゃないですか。で、やはりですね、両手持ちの方が火力は伸びます。ヒエンレインと違って二刀流の列がありません。二刀流の極意列の有無でやっぱり両手の方が火力は上かなといった形で、装備はこんなところ、ほぼほぼ最適装備に近いかなと。あとは頭がリチャード、そしてクリスタルの固定、アクセの片方がザックスのスパトラだとしたら1万6000を優に超えるんじゃないのかなと思ってます。アビリティに関してはこんな形、ブグパッシブの 150%、 幻獣のステータス反映率の 200%、 イハナのトラマスを使ってます。またですね、残り2枠に関しては、チェインアタッカーになってますので、チェインの初速を上げる、アバティファのトラマス、残り1枠に関してはキラーを乗せるもよし、幼き日の約束をもう一つ乗せるでもよしかなと思います。で、ビジョンカードは魔力、攻撃力どちらにもパラメーターがある自身の固有 VC、 相性良すぎ。まあそれはそうなんだけど、まあただね、カテゴリが氷ユニット限定というところがあるので、汎用性は若干低いかなと。で、続いて LB が 100% パッシブ、そして固定値500パッシブがついております。魔力の、魔法アタッカーの方はこんな形かなと考えてます。まあ武器のところに関しては、例えばこれだね、コランダムブラスター、ルイーズのスパトラでもいいかなと思ってます。ブグパッシブ 200% がつくので、アビ枠の圧迫を防ぐことができる。まあ僕に関しては、まあこっち、ロカのスパトラを使って、キラーを2種つける方を優先させたような感じになってます。で、装備に関しては、山猫の帽子が最適解かなと考えてます。LB50% パッシブを持った魔力値80を持ってますので、相性がめちゃくちゃいい。で、そうすると、2枠を余らせて、すべての魔力、ブグ、LB でキラーに関しては全部 200% 以上到達することができるといったようなアビリティ構成と装備構成を組むことができました。ビジョンカードはもちろんさっきと同じものになっているんですが、めちゃくちゃ強くないですか。今回はこんなラスウェルを、まあ、ただ物理メインとして、最終ステージだね、ダークフェニックスにおいて何十億出せるのか、全力接待火力検証をやっていきたいなと思います。皆さん一体一人でいくつ出すと予想しますでしょうか。ぜひ予想しながら見ていただければなと思います。では早速やっていきましょう。はい、ということでダークフェニックスのところにやってきました。今回はラスウェルのことだけを考えたパーティーとなっております。装備に関しては先ほど紹介した物理の装備そのまんまという形になってます。アビワクのところで、まあ、キラーを持ったりしてるというぐらいが今回の違いかなと思います。では早速やっていきましょう。まずはですね、サクラを使ってギミック対策である状態異常の無効化、そしてシェルがプロテガでダメージを抑えていきます。イシェはまず初っ端こちらですね、覚醒したアビリティ、スペシャルアビリティ、防御の 89%、 氷の 89% のデバフ入れていきましょう。ティナもちろん氷の威力アップエリアを展開していきます。タイバスはギミック対策として連続魔、バブリザガ、そしてバファイガ、火と氷の耐性上げていきます。レインはデバフ入れていきましょう。アンダーマイン、そしてステータスのバフで、最後に火属性のデバフを入れていきます。で、ラスウェルは最初、先制 LB ブースト、プラス、こちらの威力加算の1万8000、表の LB の威力アップを行っていきましょう。敵の攻撃に関しては、ある程度のダメージを覚悟して、もうとりあえずラスウェルを生かすためだけにやっていきます。なので、物理魔法を食らっても大したことはありません。続いて2ターン目。こちらのですね、デバフされた属性を消していきます。連続魔を使って、崖の魔法と外付けのデスペガ。まずは使った瞬間、味方をターゲットにしていきます。で、そしたらデバフが消えます。もちろんバフもすべて消えます。耐性はもう一度、氷と火属性の耐性。サクラはステータスのバフ、350のステバフ、250の LB バフをかけていきます。
で、ティナに関してはここやることありませんので、まずは属性のデバフウィーク、全属性 100% のデバフを入れていきます。これは後ほど青の波動のためです。で、レインに関しては、先ほどと同じような、同じ行動をすればいいかなと思います。で、ラスは BS をして、後ろで物理回避 100% となってますので、エレメンタルバーストだけを選択していきます。今回は3ターンでの、火力を出していこうかなと思ってます。まあ、3ターンで準備は十分です。で、敵の攻撃はレジスト。で、そしたら、まず敵の耐性だけを見ていくんだけど、非属性耐性だけが上がってます。ただ今回ラスウェル氷属性で殴っていくので、特にこの非属性耐性は関係ないかなと考えてます。ではやっていきます。ラス、表に戻していくんですが、その前に、まずは耐性で氷のデバフエリアの展開。サクラ、トリキラー 250% 単体、もちろんラスウェルにかけていきましょう。これで全てのバフ、デバフ準備が完了しました。敵の、デバフに関しては防御が89、氷が195、鳥が 550%、刀デバフが 35% という形になっています。チェインの相手はもちろんレイン、トリプルを使ったグループ1。で、その前に、チェインを最大火力で当てるために青の波動で17チェイン目嘘、あ、合ってる。17チェイン以降を繋いでラスウェルたちを当てていきましょう。では、最後の火力見ていきたいと思います。まずは上の2人。そしたら下の2人をトンと押していきましょう。さあ、一体1人で何十億出せるのか楽しみなところ。待って、1人でラスト40出してるぞ。ということは70超えてるかもしんない。いや、超えてるでしょ。さあ、一体1人で75。半端なくない？一人で75出せるこの火力よ。いや、ラスウェル最高すぎない？ちょっと個別ダメージ見ていきましょう。一人でラスウェルが75億出せました。全力接待してこれなので、まあダメージを無視している点を加味しても、やばない。この火力やばくね？いや、めちゃくちゃ強すぎるということで、皆さんもぜひラスウェル使って遊んでみてはいかがでしょうか？最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。